明治安田 J1、横浜 M1 の3町田、15日、日産スタジアム。町田が天皇杯で、ジャイ切り、を食らった悪夢を払拭、する逆転勝利で、リーグ首位を堅持した。写真、悪夢払拭の会心勝利。歓喜の抱擁を交わす黒田監督。前半14分に横浜 M の先制を許すが、同43分にエリア手前右の FK から、最後は DF 雅子が押し込んで同点に追いつき前半を折り返す。すると後半9分には右からのクロスに、U23 代表の米国遠征から復帰した FW 藤尾が左足で合わせて勝ち越しに成功。さらに同16分には MF 下田が左足での FK を直接ゴールに叩き込んで横浜 M を突き放した。町田は12日の天皇杯2回戦、筑波大戦でまさかの敗戦を喫し、4人の負傷交代者を出す展開に、試合後には黒田監督が筑波大側を批判するなどで物議を醸したが、そうした嫌な流れを一掃する逆転勝利となった。試合直後のピッチでのインタビューで、彼らの名誉の負傷を絶対に無駄にすることのないように、今日は彼らの糞まで走り切ろうと。改めてスポーツにおける心技体のすべてが全面的に相手を上回り、躍動してくれた成果が魂のこもったゲームにしてくれた、と振り返った黒田監督。監督会見でも、試合前から天皇杯で負傷した4名の無念の気持ち、彼らが託したことを背に受けて、彼らの怪我が絶対に無駄にならないようにと彼らの意識を高めたことで、選手たちが魂のこもった試合をしてくれた、と繰り返した。天皇杯では敗戦後のコメントが物議を醸したが、天皇杯ではいろいろあったが、しっかり我々としても、町田ゼルビアというのは決して悪ではないし、我々が正義で、しっかりと言いたいことを言いながら、ダメなことはダメと訴えながら、それを貫いていくこと。これがサッカー界に必要なパワーだと思う、と話した。